イングランドプレミアリーグのアーセナルに所属する日本代表 DF 冨安健洋24が窮地に立たされた。英氏デイリースターはガナーズ、アーセナルの愛称のファンは SNS で激怒し、冨安に侮辱の言葉が投げかけられているとし、冨安からなんてボールだ、ショックだ、冨安は何をやっているんだ、衝撃的だと酷評する声を紹介。さらに、冨安のミスだが、アルテタのせいだ。なぜ、DF、ベン・ホワイトではなく、彼を使ったのか、ホワイトを外したのはアルテタだ。これは、シーズン最大の試合であり、彼はいじくり回した。狂気だと指揮官への批判も噴出しているという。